流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着。スクラース来たぞ。旅人さん、バイモン。私も今着いたところ。ちょっと整理の仕事をしてたの。あ、そうだ、コレイさんがさっきここを通ったんだけど、宿屋で片付けをしてるから忘れずに声をかけてって。ティナリさんもセノさんも出かけてるんだけど、私たちを手伝いたいからついていかなかったらしいよ。まあまあってところかな。考えを変えたら新しい方向性が見えてきて。簡単に説明するね。私が思うに、あの予言が指し示している4つの命題は、それぞれ4つの異なる領域を指していると思うの。つまりだよ、予言を書いた人はそれを読んだ人の知力を試したかった。でも一人が同時に全ての知恵を備えるのは難しいでしょ。私たちは勇気を持って大胆に質問して、分かる人を探して意見をかき集めるべきだと思うの。それにこの予言の中には、特定の人を探さなければならない命題が2つある。もしかしたら私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。ってことは、今から頭を働かせてオイラたちの役に立ってくれそうなやつを挙げていけばいいってことだよな。うん、命題ごとにグループ分けして話し合った方がいいかも。4つの命題それぞれに候補者を選ぼう。じゃあまず1つ目から始めようぜ。1つ目の命題は確か存在しない花だったよな。私はやっぱりアルベド先生だと思うな。錬金術は一番存在しない花と関係してそうだし、アルベド先生はこの方面の専門家だもの。そうだぞ、スクロースは種が4倍大きいスイートフラワーを研究した錬金術師なんだからな。もしかしたら存在しない花って種が4倍大きいスイートフラワーのことかもしれないし。え、私の？あ、そうだ、ティナリも入るよな。あいつはレンジャー長だし、植物学にものすごく詳しい。もし何か花を探すんだったら、あいつに聞くのが一番早いだろう。うん、じゃあティナリさんもリストに入れておくよ。それから次は2つ目、命題は絶対に迷わない道案内人。すごく抽象的だな。絶対に迷子にならない人って言いたいのか。その上、人のために方向を示してあげられる人か。あんまり簡単じゃなさそう。あ、モナのことだよな。確かに入りそうだぞ。モナさんなら、そうだね、腕には自信がありそうだし、占いで人に方向を導いてあげられるね。ベネットは入らないか？ほら、ベネットの運って相当悪いだろ。つまりあいつと逆の行動をすれば正しい方向が見つかる。そうだろ？確かに一理あるかも。一応書いておこうぜ。人探しにそんな時間はかからないんだし、候補は少ないより多い方がいいぞ。あ、思いついた。偵察騎士のアンバーさんもこの命題にふさわしい人じゃないかな。おう、あいつは方向感覚がかなりいいからな。結構合ってると思うぞ。そういえばオイラとこいつも初めてモンドに来る途中で道案内してもらったぞ。アンバーさんはやっぱり立派なガイドさんだね。他に候補はいるか？
考えてみるね。あ、もしかしたらもう一人いるかも。アルベド先生はセピュロス騎士団遊撃小隊のミカさんにフルセットの装備を作ったことがあるの。ミカさんはその隊の測量士なんだけど、道を探すのも結構得意だよ。他の人に測量法を教えてくれたこともあったから、多分あまり道に迷わないし、人のために道を示せると思うんだ。うん、じゃああいつも入れようぜ。待って、もうすぐコレイさんと約束した時間になるのにまだ来てない。二人ともごめんなさい。場所を変えて話してもいいかな。おう、コレイの状況を確認しに行くんだろ。一緒に行こうぜ。ごめんなさい。大丈夫そう？あ、スクローズ、私今準備してて。なんだ、もしかしてもう約束の時間なのか。本当にごめん。私気を楽にして。私たちも合流したばかりだから道がわからないかなと思って迎えに来たんだ。お前たちと一緒に行くよ。それでスクロースが言ってた件は順調に進んでるか？まだ話の途中だったから続きを話そう。次は三つ目だったよな。嘘をつかない人。どうかな。あいつのあの身分で全く嘘をつかないなんてことは難しいと思うぞ。じゃあガイアは人当たりが良さそうな騎兵隊長だけど。いやいや、お前もけどって思ってるんだろ。あいつを見る限りめちゃくちゃ嘘が上手だぞ。絶対に正直な人生なんて送れないに決まってる。返す言葉もないよ。吟遊野郎、あの吟遊詩人のことだけど、あいつも絶対こんな基準はクリアできないぜ。毎日嘘ばっかりだもんな。他のやつは？代理団長のジンさんはすごく威厳のある女性だけど、私が知ってる限りだと身近な人の面倒を見るためにたまにいろんな方向からみんなをフォローすることがあるの。例えばリサさんが図書館に入り浸っていたせいでパトロールの時間を逃しちゃった時なんか、ジン団長は「リサは今体調を崩してて」とか言ってあげてる。あとはクレイちゃんをあやすときも、大きな魔物は夜にちゃんと寝ない子を捕まえるって言ってたりとか。これって基準を満たさないことになっちゃうのかな。確かに嘘はついてるけど、こういう善意のある嘘であいつを外すのってなんか。オイラたちが厳しすぎるんじゃないか。私、教会のロサリアさんは嘘つかなさそうかなって思うんだけど。あ、コレイさんはロサリアさんのことを知らないよね。威厳に満ちてて凛としてて
見た感じ近寄りがたいシスターさんなんだけど、だいぶ前彼女が錬金場を通ったことがあって、私にアルベド先生のことを聞いてきたの。その時アルベド先生に何か用ですかって尋ねた覚えがあるんだけど、そしたら彼女はなんとね、アルベド先生みたいな賢い人には興味があるから助手の私に聞いたって答えたんだよ。当時の彼女の表情はまるで特にこれといった理由はないし、聞きたいから聞いたって様子で、全然目的を隠そうとしなかったの。だから彼女はもしかしたら嘘なんてつく必要もないと思ってる人なんじゃないかなって。ロサリアは確かに喧嘩が得意そうだし、やばそうなやつに見えるよな。なんか嘘をつく必要があったらそのまま手を出しそうな感じっていうかさ。私もそう思う。それに教会のシスターから聞いたんだけど、ロサリアさんが合唱をサボるときっていつも急にいなくなるらしくて、言い訳すらしないんだって。すごいやつだぜ。はい、あいつをリストに入れようぜ。それならセノさんも入ると思う。うんうん、セノは見るからに嘘なんてつく気がなさそうだし、ロサリアを選んだ理由とちょっと似てるよな。じゃあもう一人、レザー。あいつは嘘なんて勉強する機会もないし、勉強したとしても嘘なんかつけないやつだ。だろ？私ももう一人思いついた。見習い騎士のノエル。あの子は本当に真面目だし、見るからに嘘がつけないよ。ほら、メモしてメモ。待って、あと一人。年中合成台の隣にいる。え？ティマイオスのことか？うん。彼は、その、実は、ティマイオスは最近恋愛にのめり込んでいて、誓ってたんだ。好きな女の子から OK をもらえるまで、絶対嘘の話はしないし、絶対に怠けたりしないって。あいつ、好きなやつができたのか？そうなんだ。誰だ？お前は知ってるのか？私もまだ会ってないの。ただリーユエ出身としか。ティマイオスが言うには話がとても面白くて、雰囲気も素敵で顔立ちもとても綺麗な人なんだって。そういえばティマイオスの力になってあげて、好きな女の子から OK をもらうっていうのも、今回私がウィンドブルーム祭で目標にしてることの一つなんだよ。でもそういうことってどう手伝うんだ？女の子への手紙にはどんな紙や封筒を使えばいいかとか、どういうプレゼントを送るのか、どうラッピングするのかを一緒に考えてあげることかな。うんうん、わかるよ。私もアビディアの森でやった。前レンジャーの女の子を手伝って、その子が好きな同僚にラブレターを渡したんだ。そう、そういうこと。あとは彼が担当してる研究課題に関する雑務をやってあげたりとか、お礼にって新しく作った冷却装置をプレゼントしてくれたの。使いやすいのか？とっても見た目が素敵だよ。それじゃ意味ないだろう。いいぜ。とにかくあいつは恋に溺れてるみたいだし、とりあえず言うことを信じてリストに入れてやる。それじゃあ最後は永遠に終わらない伝説だね。これを聞いて誰を思いつく？リサさんとか？図書館司書って一番本を知ってる人なわけだろ。伝説とかって本の形で記録されるもんだよな。確かに伝説といえば
子供の読み物、絵本とかを思い浮かべるかな。コレイはどうだ？ティナリとの勉強で最初の頃は結構子供向けの本を読んでたって言ってただろ。私も入るのか？もちろんだよ。メモするね。私は錬金物質図鑑分析と活用、不思議な合成原理とか生命の推論みたいな類の本が好きかな。そうだな、タイトルもよくわからないぞ。もしかしたらクレイちゃんも入れられるかも。あの子の母親のアリスさんは有名な観光ガイドの作者だから、きっとあの子もたくさんの伝説とか言い伝えの物語に触れたことがあると思うんだ。よし、じゃあクレイも追加しよう。うん、そろそろいいかな。そしたら次はこのリストにいる人たちに予言に関することを聞きに行けばいいよね。みんな探すのか。結構多いな。そうだよね。じゃあ別々に行動するのはどう？その方が効率がいいと思う。いいぜ。あと情報収集にいい方法を思いついたんだ。わかった、そうしよう。旅人さんとパイモンはもう長い付き合いだから、二人が一緒で私とコレイさんが一組ね。じゃあそっちはすごいコレイと超頼れるスクロースに任せたぞ。うん、絶対力になるよ。私はすごいコレイだからな。おう、無敵のパイモンと旅人もすぐ出発するぜ。まずは拠点の安定している人から探そうと思うの。一箇所目は図書館にしよう。リサさんはそこにいるはずだから。拠点、なんだか面白いな。じゃあねじろもうちょっと違うよね。それかアジト。リサさんのアジトに着いたよ。なんだか私間違った単語でスクロースを引っ張ってきちゃった気がするんだけど、どうしよう。リサさん、あれ？スクロースにコレイ、どうして君たちがここに？コレイ、やっと来れたのか。もう頼むからさ、そういうダジャレとか寒いジョークはやめてよ。異国でダジャレキングにでもなるつもり？あれ、リサさんはいないの？驚いたかい？彼女は外出中なんだ。今は資料を調べている僕たちしかここにいない。俺は違うがな。俺は資料を調べてるわけじゃない。ただ先輩を探しに来て当てが外れただけだ。リサさんってセロさんの先輩だったんだ。ああ、彼女がスメールで指示していた先生は俺の恩師でもある。俺たちはソロン派の学生なんだ。なるほど。って違う違う、今日は聞きたいことがあって来たの。あのね、コレイさんと一緒にある予言を研究しているんだけど、皆さんの意見が聞きたいんだ。どんな予言だい？なるほど。
この二人を探していたのは存在しない花のためで、俺を探していたのは嘘をつかない人のためか。ああ、その慌てて答えを出さなくてもいいよ。ただみんなにこのことを知らせに来ただけだから、ゆっくり考えてくれていいから、何か手がかりがあったらスクロースボックスまで手紙を書いてくれたら嬉しい。スクロースボックス。うん、来る途中で考えたの。この問題たちって捉えどころがなさそうに思えるけど、研究しがいのあるいろんな細かなことと関わってる可能性が高い。二言三言じゃ説明できないと思って、だから合成台の隣にメールボックスを作って、みんなが言いたいことを書いて私たちに渡しやすいようにしたの。でもスクロースボックスって呼ばなくてもいいんだ。スクロースとコレイのボックス、スクロースとコレイ並びに旅人とパイモンのボックス、そう呼んでもいいと思う。こんなところで列挙法を使わなくても。確かにいい方法だね。口頭で言うよりだいぶ便利そうだし。ああ、嘘をつくかつかないかなんてそんなことは普段口にしないだろうしな。わかった。なら僕たちも準備し終わったら手紙を君たちのメールボックスに入れておくよ。うん、お願いします。じゃあここにいた人たちにはチェックを入れて、他の人を探しに行こう。うんうん、メモしたよ。二人とも内気な性格なのにこんなに仲良く付き合えるなんて。コレイはモンドに戻ってきてから人にツッコミを入れることが多くなったと思わないか。確かにちょっとね。外へ出かけて昔の友人と会うことは体にも心にもメリットのあることだよ。かつて歩んだ道で若い感覚を取り戻すというのもとても有意義なことなんじゃないかな。ああ、だが俺が初めてコレイに会った時、あいつは幸せとか若さなんてことの意味すら知らなかったんだ。でも今は違う。マリン病が完治したことはコレイにとってとても重要なことだった。コレイはとても敏感で内気な子だ。アルベドならわかるはずだと思う。僕があの子の面倒を見てる間に見てきた限りじゃ、あの子は本来活発な子なんだ。ただいろいろ経験してしまったからこそああなってしまったんじゃないかなってね。モンドへ来て植物を探すのも画家を探すのもこっちの二つの方が口実だったんだね。そうとは言えない。コレイも七星召喚もどっちも重要だ。こういう時は素直にそうだって答えられないわけ？チッ、ああ、お前の言う通りだよ。確かに俺たちはコレイのことが心配だった。あいつはこっそり何回かモンドへ来ていたが、あまり気分が変わったようには見えなかったからな。もう少し彼女に時間をあげてもいいんじゃないかな。スクロースの助けでそのわだかまりが解けるかもしれないと僕は思うよ。それはスクロースの指導者としての自信？そうとも言える。そういえばスメールの学者たちは学術の関係で特殊な社会関係を構築しているって話は本当かい？君たちから見ればそうかもね。スメールの状況は少し特殊だから。学術都市と呼ばれるのもスメールの全ての資源が簡単に学術と結びつけられてしまうからだよ。スメールでは学術的資源は社会資源に等しい。学問のために家庭関係を築き上げるっていうのも珍しいケースじゃない。まあ僕たち三人はそういう学術をベースに築いた社会関係ってわけじゃないけど、まず一緒に論文を書いたりしないしね。なるほど、論文というのが学術過程の核なんだね。俺たちの関係はどちらかといえば兄弟みたいなものじゃないか。純粋で汚されていない
何の学術の力も介入していない兄弟関係。あんまり認めたくないけど、確かに間違ってはいないかな。理解できるよ。僕にも妹がいる。兄が妹を守るのは当たり前のことだ。君たちが言ったことは全て僕の学者たちの都市に対する想像にかなっていた。家庭というのはもともと社会的な関係の交わる場所だ。同じ目的のために築いた家庭の方がもしかするとかえって堅固なのかもしれない。それはそうと、二人はどっちの方が年上なんだい？その話題はやめておこう。年齢から見るともちろん俺の方が兄だ。ただこいつが認めたがらないだけで。君の精神年齢の方が若いんだし、君が弟ってことでもいいと思うよ。それかコレイを一家の姉にしてもいい。ダメだ。俺の方が遅れを取っていると認める瞬間は失声召喚で後手を引いた時だけだ。あっちはあいつらに任せようぜ。全部が順調にいくといいな。オイラたちはまずどっちに行けばいいんだっけ？あ、告知板のところに行ってみようぜ。昼間だったら近くには人が来るはずだし、もしかしたら探してるやつが見つかるかもしれないぞ。旅人にパイモン、久しぶりだな。元気してたか？ひひ、元気だったぞ。可愛い子ちゃんたちがこんなに驚いているのは私のせいなのかしら？師匠、いつもの場所にいない。私だって椅子に生えているわけじゃないもの。たまには外へ出てお散歩しないと。今日はちょうどミカも来ているから、ベネットとレザーを紹介しようと思って。お互いよく外を回っている身だから知り合っておくと何かと便利でしょ。こんにちは、ミカです。よろしくお願いします。そうかしこまらなくてもいいぜ。こいつらとはもう長い付き合いなんだ。みんないい人だぞ。ウィンドブルーム祭楽しい？オイラたちまだ遊んでないんだ。ある予言の調査を手伝っててさ。予言って何の予言だ？いい予言ですか、それとも悪い予言？あら、面白そうね。お前らのリストには俺までいるのか。俺で本当に役に立つのか？自分を信じる。そうですよ、自分を信じましょう。ベネットさんはすごい冒険者なんですから。よし、じゃあ俺は大胆に意見を出すぞ。けど俺ちょっと言葉にするのが苦手だな。今すぐ考えをひねり出さなくてもいいぞ。スクロースがモンドの合成台の隣にメールボックスを作るって言ってたから、手が空いてる時に考えを書いてあの中に入れてくれ。とても行き届いた効率的な考えね。さすがスクロスちゃん。少し考える。待って、他のやつにも知らせるんだよな。じゃあ先にそっちを回ってきてくれ。俺たちのことは気にしなくていいから。準備が終わったら手紙を出しとくよ。
星拾いの崖のあたりへ行ってみようぜ。もしかしたら人がいるかもしれないし、運悪く人に会えなかったとしても高いところなら視界が開けるから人探しも楽になるしな。可愛い子ちゃんたち、お疲れ様。あまり無理をしてはダメよ。疲れたらお姉さんのところで一休みしてお茶でもしましょう。私のノートによると次の場所はあっちだな。うん、じゃあ私についてきて。よかった、誰かいるみたい。アンバー、それにエウルアも、あれ、スクロースお姉ちゃん、それに長いマフラーを巻いてるお姉ちゃんも。コレイ、ちょうどあんたの話をしてたところだったんだ。あ、彼女のことはまだ知らないよね。紹介するね。この子はノエル、セピロス騎士団のメイドさんなんだ。コレイ様、こんにちは。過去にもモンドにはお越しいただいていたようですが、その時はご挨拶ができなかったので、こうしてお会いできて光栄です。こんにちは、コレイだ。そう固くなることないわよ。楽にしてちょうだい。別に今は外交の時間ってわけでもないんだから。クレイちゃんはどうしてここに？お魚をドッカンしに行くの？違うよ、クレイは今騎士団のみんなとパトロール中なの。そういえば私とコレイさんを除いたらここにいるのってみんな女性の騎士だね。前に聞いたことはあったけど、こんな若い騎士がいるのを見るのはやっぱ驚くな。コレイお姉ちゃんは何をしてる人なの？アビディアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。見習い？まだ正式なレンジャーにはなってなくて、準備中っていう意味だな。では私と同じですね。私もセピロス騎士になれるように精進していますので。さっきパトロールとは言ったけど、別に正式なものじゃないの。というより雑談の方が近いかしら。緊張するんじゃない、コレイ。すぐに話題を見つけてみんなの輪に入るんだ。慌てずに落ち着いて。ハンバーたちに会ったからっておどおどしちゃダメだ。当ててみようか。最近来たお客さんのことについて話してたんでしょう。そうそう、近頃町にスメールのお客さんが何人も来てるでしょ。だからみんなでこっそりサプライズを用意しようって話してたの。アンバ、うわ、ごめん、私ついうっかり。どんなサプライズかまでは口を滑らせないでよかったよ。で、ダメだ、今は何を話したらいいんだ、思いつかない。実は私たちからもちょっとしたサプライズがあるんだ。何何、どんなサプライズ？クレイも聞きたい。スクロースがきっかけを作ってくれた。よし、この勢いに乗って。面白い予言ですね。ただ私には全く見当もつきません。なるほど、君たちの代わりに情報を集める人が必要ってことね。私も協力するわ。ありがとう、エウルア。友人なんだからそう遠慮しないで。
急いで返事を考える必要はないから、合成台の隣にメールボックスを用意するつもりなの。手がかりを見つけたらいつでも手紙を書いてそこに入れて。うん、クレー書くよ。面白いわね。みんなで思いついたことを書いてそこに入れましょう。安心して私たちに任せて。けどその前にまずはパトロールの順路を回らないと。どこを回るの？今日は暴風山地からモンド城の城門までだよ。あんたたちに用事がなかったら誘いたいところだったけど。気にしないで。またパトロールはあるだろうし、予言のことが片付いたらその時はあなたたちに同行するよ。ああそうだな。じゃあ私たちはそろそろ行くから。またお会いしましょう。お気をつけて。コレイさん、大丈夫？そんなに丸わかりだったか。そういうわけでもないけど、ただ何か心に抱えてるのはわかったから。つまりバレバレだったってことか。はあ。もし悩み事があるなら私に言って、相談に乗るよ。スクロース、私実はアンバーたちとどう接したらいいのかちょっとわからないんだ。でも仲のいい友達なんでしょ？ああ、アンバーのことは友達としてとても大事に思ってる。私にもよくわからないんだ。けど、考えれば考えるほど、全部私自身の問題なんだと思う。昔、モンドにいた頃の私は未熟で、警戒心が強くて、誰に対しても強く当たってた。でもアンバーはそんな私を追いかけて友達になってくれたんだ。アンバーがいなかったら私は今みたいにここにいなかったかもしれない。だからこそ彼女のことを誰よりも慕ってる。アンバーの真似をしてアンバーみたいになりたいと思ったんだ。でも時間が経ってやっと分かったことが一つある。私はアンバーにはなれない。むしろそんな考えを持った自分がおかしかったんだ。私とアンバーには最初から似てるところなんて一つもなかった。私の性格ってあんまり良くないし、あがり症だし、いろんなことを考えすぎちゃうし。コレイさん、そんなこと言わないで。スクローズ、あのさ、昔私に何があったか聞いてくれないか？この子の状況は大まかに聞いてはいたけど、でもなんで彼女がこんな目に遭わなきゃいけなかったの？ごめん、まだ知り合ったばかりなのにこんな話をして。私、自分の性格が嫌いだ。すぐ意味のわからないことであれこれ悩んじゃうし、いつも吐け口を探してそこで愚痴をこぼしてる。ううん、そんなの平気だよ。何があったのかコレイが話してくれて本当に嬉しい。あのね、他の人から本音を話してもらえるのって私からすると認めてもらえたってことなんだ。だって私、その
う気づいてるとは思うけど、あんまり話し上手じゃないでしょ。それに自分の興味がある話題だとのめり込んでよく話が止まらなくなるし。でも前に私が錬金術の話をしても、あなたは全然嫌がらなかった。だからあなたがこういう話をしてくれて、むしろ釣り合いが取れた感じがするの。さっきの話を聞くまで、あなたがこんなにも悩んでるなんて全く思わなかった。つまり私たち似た者同士なんだよ。本当に？本当だよ。誰だって自分の問題を抱えてる。私だってそういうことがあるもん。あなたが言ってた感覚って私にもわかるの。内気な人が輪の中に入るのって普通の人よりも気力を何倍も使うものだから、言葉を口にする前に何度も頭の中で考え直すの。何か間違ったことを言って場を気まずくしちゃわないか心配してね。うん、すごくわかるよ。それに天才から指導を受けるのが簡単じゃないってこともね。あなたと出会うまでここまで私とそっくりな人には会ったことがない。私、人を慰めるのって苦手で、もっと楽観的になろうとか無理には言わないよ。こうして座っていようよ。話題なんて何も考えずに、ただ一緒に座ってればいいと思う。スクロース、本当に何も話さなくなった。でもなんだか息苦しくない。もしかしたら本当に彼女の言う通りで、私たちって似てるのかも。スメールにいる時もよく場所を探して景色を眺めてたな。いつも一人だったけど、今日は隣に仲間が一人できた。モンドの風は柔らかいな。ねえ見て、あの雲、私の試験管に似てると思わない？え？ああ、私は思わないかな。ごめん。そっか。じゃあ私たちって、まだ少し距離があるのかも。少なくとも、物の見方についてはね。スクロース、ありがとう。言葉にして、だいぶ気が楽になった。でしょ？私もよくフラスコに話しかけるんだ。今度機会があったら、種が4倍大きいスイートフラワーと、種が4倍大きい風の花を絶対に見せてあげるね。何が4倍だって？私の自慢の作品なんだ。あなたならもしかしたら気に入ってくれるかも。ああ、わかった。ぜひ私に見せてくれ。そうだ、クッキーがあるの。一つどうかな。チーズ味とトマト味があるんだけど。うん、チーズ味にするよ。あの二人、景色を見てるみたいだね。あっちに行って一緒に遊ばないの？その必要はないわ。あのまま二人で座っててもらいましょう。そうだね。コレイが今一番必要としてるのは私たちじゃない。彼女の過去を全く知らなかった新しい友達だから。よくわかんない。何が違うの？全然違うよ。クレイももう少し大人になったらわかると思う。人ってね、いろんな友達からいろんな力をもらわなきゃいけないの。今のコレイには私一人だけじゃ足りないんだよ。
星拾いの崖に到着だ。ここにオイラたちの探してる人はいるかな。助けてくれ。頼むから絶対に手を離さないでくれよ。ち、何の騒ぎだ。早く見に行ってみようぜ。ティマイオス、それにロサリアとモナ、一体どういう組み合わせだ。私も聞きたいです。これは一体どういう組み合わせなんでしょうね。久しぶりね。その様子だと変わらず元気に過ごしていたようですね。おお、少なくともそこで地面に倒れてるやつよりかは元気に過ごしてたな。そんなこと言わないでくれ。僕だって人生を謳歌するために頑張ってるんだから。よく言えたものですね。もしこのシスターさんの助けがなかったら、今頃重傷を負って最悪死んでたかもしれないんですよ。もちろんわかってるさ。本当にありがとう。どうお礼したらいいか。気にしないで。別に手間がかかったわけでもないから。確かに手間はかかっていませんね。手を持ち上げるだけでティマイオスが落っこちそうになってたのを救ってましたし。何があったんだ。ティマイオスが崖から落ちそうになってたのか。うん、実は今日僕が星拾いの崖に来たのは花を摘みに来たからなんだ。でもその途中でモナさんに会ってね。彼女は先生の番を見ると危険な目に遭う可能性があるから山には登らない方がいいとアドバイスしてくれた。けどお前は登ったんだな。そう、なぜならやらなければならないことがあったからね。はあ、大切な人に花を贈るためだけに命を捨てるんですか。さすがにこういう場所で死を求める人には合わないわね。別に死を求めてなんかない。僕だってこんなことになるとは思ってなかったんだ。モナさんが危険な目に遭う可能性があるって言ったから、ただ気をつけてれば大丈夫かなって。本当にすまない、悪かったよ。だが聞いてほしい。ウィンドブルーム祭は愛を渇望するモンド人のためのものだろ。僕はその愛を追い求めるために来たんだ。はいはい。で、ロサリアはどうしてここにいたんだ。人の少ないところを探して静かに過ごそうと思ってたら、つい人助けをしちゃっただけよ。なるほど。だから水浦の番の示した結果が完全に危険なものではなかったのですね。そうだ、旅人とパイモンは星拾いの崖に何で来たんだ。オイラたちの運を試すためだぞ。今日はいろんな人を探すためにあっちこっち走り回っててな。あ、そうそう、ちょうどお前たちのことも探してたんだ。え？そういうこと。じゃあ私たちは手がかりを見つけたらそれをメールボックスに入れればいいのね。そんな予言が。しかもまさか僕まで参考の対象に入るなんて。けど僕が恋してることってみんなもう知ってるんだね。今日ここに来たのもその好きな女性に一番似合うセシリアの花をプレゼントするためだったんだ。彼女は。ストップ。そんなの誰も聞いていませんから、勝手にその人の話を始めようとしないでください。バレたか。手がかりが必要でしたらこの天才先生術師である私ももちろん手紙を書きましょう。私の直筆の手紙を待っていてください。君たち忙しいんでしょ。これ以上引き止めないから行きなさい。おう、じゃあな。よし、とりあえず戻ってみんなと合流しようぜ。もちろんありがとう。本当に恥ずかしい。
方が早かったみたいだな。お疲れ。うまくいったか？ああ、話は全部伝えてきたから大丈夫だ。こっちは少し早く戻ってこれたから、さっきまで一緒にメールボックスを作ってたの。今日はついてるんだ。近くのお店から材料を全部タダで譲ってもらえたの。コレイの指に木のトゲが刺さっちゃったのは申し訳ないけど。平気平気。いつもウリンで活動してるから木のトゲなんて問題ない。手当てだって済んでるし。今日やっておきたいことは全部終わったから、あとはみんなが手紙を届けてくれるのを待つだけだね。旅人さんとパイモンはゆっくり休んでて、メールボックスは私がチェックしておくから。スクロースってアルベドと同じで頼もしいよな。お前らがいるとオイラたちも楽できるぜ。そんな、照れるよ。それよりもうお腹ペコペコだぞ。旅人、ご飯をおごってくれよ。あ、私はスクロースと一緒に余った材料を店に返してくるから、早くご飯を食べに行ってこい。お腹を空かせすぎると体に良くないしな。うん、今日はもう解散して大丈夫だよ。準備ができたらまたここに集まって情報をまとめよう。うん。これとこれ、あとそれも。だって本当にお腹が空いてたんだから仕方ないだろ。それにお前も食べるわけだし、別に独り占めってわけじゃないぞ。品物は全部用意できた？じゃ、午後5時に私の家でいい？ああ、もちろん。酒と燻製ハムを用意したから、お前の親も喜ぶと思うぞ。ちょっと、こんなに付き合いが長いんだから、私の家ではハムを食べないってそろそろ覚えてよ。ベーコンしか食べないんだけど。今日は牛乳を買って帰らないと。暇なら私のところへ来てちょうだい。景色を見てるの？銀遊野郎、お前もご飯を食べに来たのか？おごってくれるの？残念、君たちと会う前にお酒を飲んだばっかりなんだ。だからその気持ちは心に留めておいて。これからも機会はたくさんあるだろうしね。それよりいい知らせを持ってきたんだ。感謝してよ。いい知らせ？見ればわかるさ。なんだこれ。今の君たちに一番必要なもの、予言にある謎の答えだよ。その地図が示す場所に行けば、君たちの探しているランプが見つかる。ただ、僕が君なら、自分から答えを一方的に明かしたりはしないかな。知っての通り、この答えのために
かなりの人が頑張ってるわけだしね。秘密は長年寝かせてきたお酒みたいなものでしょ。みんなで集まって開けることにより意味がある。とりあえず僕からは以上だよ。二人とも忙しいよね。予言のことが片付いたらまたおしゃべりしよう。もし暇なら愛の歌の授業をやってもいいし。またそれをやるのか。うん、でも今年は他に生徒がいないから君たちに参加してもらうしかないかな。それじゃまたね。金融野郎に会うたびいつも自由気ままな感じがして羨ましいよな。少しお話いいかしら。ん？お前は。こんにちは。私のことはスカーレットと呼んでちょうだい。君と同じでよそからこのモンドに来た旅人よ。一杯ジュースをおごるけどどう？そう。けど私の行為を否定しているってわけじゃないみたいね。旅でたくさんの人と出会ってきたのがわかるわ。そんなのがわかるのか。オイラたち実は経験豊富な冒険者なんだ。ええ、だからこうして話しかけたの。さっき商店街で買い物してた時にたまたま君たちが錬金場の近くで話してた内容が聞こえてきたの。ある不思議な予言を調べているのよね。まあ確かに不思議な予言だな。それってとてもモンドらしいものだと思わない？だから失礼を承知でお願いするのだけど、もし答えを見つけたら私にも教えてくれないかしら。予言というよりもこのモンドという国に深い興味があるの。私は遠い異国の生まれなんだけど、私の家族や友人はモンドで長いこと過ごしていたことがあってね。モンドはロマンあふれるいいところだから一度見てみるといいって勧めてくれたのよ。つい最近偶然その人と関係のある記念日だったから、こうしてわざわざ足を運んでみたってわけ。彼女が目にした景色を見てみようと思ってね。で、お前はモンドのことをどう思ったんだ？確かにロマンと自由の名に恥じない場所ね。ひ、オイラたちもそう思うぞ。じゃあ、予言の件は？ありがとう。いい人ね。君みたいな人と知り合えて嬉しいわ。それじゃあこれ以上は邪魔しないでおくわ。二人はゆっくり楽しんで。いい一日を。あの格好、確かにモンド人じゃないみたいだ。あいつの故郷ってどこだろうな。私のために存在しない花を見つけておくれ。私のために絶対に迷わない道案内人を探しておくれ。私のために嘘をつかない忠実な人を訪ねておくれ。私のために永遠に終わらない伝説を求めておくれ。自由に見えるこのモンド城でも、君みたいに私の後ろを密かに追跡する人がいるなんてね。君にもいい一日よ、お姉さん。俺の故郷の雪原でこんな風に立ってたら凍死してしまうよ。